おかげさまで、ナショナルジオックの日本版は、この2011年の11月号で、200号を迎えることができました。これはひとえに今日いらっしゃっていただいている読者の方々のご支援があったればこそだと思います。今日はスライドを見ながらですね、ナショナルジオックの、歴史、それからナショナルジオックの世界というのはどういう世界なのか、そのナショナルジオック120有余年の歴史を刻んできましたが、その中で写真が果たした役割、どういう役割を果たしてきているのか、そんな話についてもちょっと聞いていただこうと思います。先ほどお話しした通り、私は1993年、ナショナルジオックの日本版が創刊される2年ほど前から、そのナショナルジオックの日本版の準備作業に取り組みました。当時でももう100年を超える歴史を刻んだ雑誌で、当時は1000万部という、私どもから言えば天文学的な部数を持っていた雑誌、その日本版を作るということについてはですね、非常に私は緊張しました。これは私どもからすればお化け雑誌のようなものですね。お化けという言葉は的確かどうか分かりませんが、これだけの世界に1000万部を出している、その読者の数からすれば4倍5倍の数字になると思いますが、それだけの雑誌の日本版をどうやったらうまく品質を落とさずに作り得るのか、一番そこに頭を悩ませました。で、過去10年分のナショナルジオグラフィックを当時創刊前でですね、スタッフと一緒にページをなめるように1ページ1ページ読みました。どうしてこういうレイアウトがされているのか、どうしてこういう写真が使われているのか。2年ほどそういう時間を過ごしました。そこで一つ気づいたのはですね、これ全編ナショナルジオグラフィックというのはルポルタージュなんですね。それでテキストの主語がですね、愛、私はという、普通日本の新聞なり雑誌の原稿で愛、私を主語にして記事を書くということは、私が知る限りほとんどありません。ところがナショナルジオックは愛、私はこの地へ足を踏み入れた、この海を潜った、この山に登った、私は、私というのを非常に大切にしている。つまりそれはひっくり返してみるとですね、ドキュメンタリー、ルポルタージュ、これが話の核になっているんですね。これが一つ大きなナショナルジオグラフィックの編集上の特徴の一つだったように思います。それからどんなちっちゃな記事、長い特集だけではありません。小さな記事にもですね、親マーヘイっていうのは、私ども編集者の世界でのあれですが、親マーヘイの要素がないといけないんですが、例えばどういうことかというとですね、つい最近の号にもですね、例えばこんな記事があったんですね。皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、象っていうのは1日何時間眠るか、この記事に私が購読しているナショナルジオックの日本版によるとですね、象の睡眠時間というのは1日3時間だそうです。
で、ライオンの場合は13時間。それから皆さん、アルマジロが1日24時間のうち何時間眠るかご存知ですか。これは実はナショナルジョックの受け売りですが、18時間アルマジロは眠るっていうんですね。こんなふうに自分が知らなかったこと、考えもしなかったようなこと、まさにお山編、どんなちっちゃな記事にもそういう要素が盛り込まれている。これはやっぱりナショナルジョックの一つの大きな特徴じゃないかと私は思います。それとこれからナショナルジョックの歴史についてスライドを見ながら皆さんにお考えいただこうと思いますが、一つやや結論めいたことを言いますと、ナショナルジョックというのはどういう雑誌なのかということについてですね、歴史に入る前にこんなお話もしておいた方がいいかと思うんですが、昔海光健さんがですね、こんなことを書き残してるんですね。ナショナルジオグラフィックについて、自分がニューヨークのハドソン川で魚が釣れるということを知ったのはナショナルジオグラフィックのおかげだったと。非常に肉厚な編集で、自分がもし英語ができたらぜひこの雑誌に寄稿してみたい雑誌の一つだった。ハドソン川というのはマンハッタンの、左というの表現は、これはナショナルジャックの編集者として、いかがなものかと思いますが、西の方、マンハッタンの西の方を流れている川ですね。そこで釣りができるっていうのはナショナルジャックのおかげで初めて知ったということを海光健は書きに残しています。それからもう一人、これは私の非常に好きな写真家の人でしたが、星野道夫さん、96年ですかね、星野さんはカムチャッカでヒグマに襲われるという事故でお亡くなりになりましたが、非常に優れた私の好きな写真家の一人でしたが、彼がですねこんなことをやっぱり書き残してるんですね。自分が写真家になったきっかけっていうのは、学生の頃に古本屋さんでナショナルジョックの写真を見た。で、その写真というのはですね、アラスカのシシマレフという広大無辺な大地、そこに先住民の人たちが暮らしている、こんな過酷な自然の中で人間ってどうやって生きられるんだろうか、そのナショナルジョックの写真でさまざまに考えさせられた。で、星野さんの偉いところはすぐに手紙を書くんですね。その手紙を書いた先は住所もわからないし、相手の名前もわからないままシシマレフで手紙を書いたらしいんですね。そこへ行ってしばらく滞在したい。皆さん、そんな手紙に返事が来るとは思いませんよね。その6ヶ月後にですね、そのシシマレフの村長さんから、うん、来てくれてもいいという返事が来たそうです。で、彼はアラスカのシシマレフで、その一番近い町まで200キロというようなその大自然の中で、星野道夫さんは半年余り、学生の頃ですね、暮らしてアラスカの偉大な自然を撮影する。それが73年ぐらいだったんでしょうかね。それから星野さんの撮影したカリブーの大移動の写真があるんですが、これがナショナルジョックに掲載されたのは15年後。彼がアラスカへ飛んでから15年して、写真家修行を積んで、15年後に彼は自分の作品をナショナルジョックに掲載することができたという話があります。まあ言ってみれば、自分の関心を外に向ける、自分の心を外に開くというような人たちがナショナルジオグラフィックにさまざまな影響を受けてきたということは言えると思います。究極的にはナショナルジョックは、これは私の独断と偏見ですが、
旅なんだと思います。まだ見たことのない世界をですね、見て歩く、この要素がナショナルジョックにあるからこそ長い歴史を刻めたんだろうと思いますし、あるナショナルジョックのですね、編集者がこんなことを言ってます。人間というのは誰も探検家の心を持っているんだ。で、未知の世界に通じる扉があればですね、その扉を開けずにはいられないんだ。ただこちら側にいて扉をじっと眺めているだけ、そんな人生ってありえないだろう。これがナショナルジョックの世界というかバリューに通じる大きな要素だったように私は思います。